森友学園は来月1日の開校を目指して小学校を建設中ですが認可を検討する大阪府の私学審議会は入学予定の児童数が少ないことや安定した学校経営に不安が残るなどとして認可に至っていません関係者によりますと先月の審議会で児童数の確保を不安視する指摘に対し学園側は愛知県の海洋中等教育学校への推薦入学枠を確保しているので児童は集まると報告したということです しかし、海洋中等教育学校は提携を否定。府は今後、学園側に合意文書の提出を求める方針です。